はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、2023レギュラーついに登場ということで、各チーム85以上全選手徹底解説やっております。はい。今回はジェフユナイデッド千葉編ということで、千葉のね、参戦紹介していきたいなと思います。まあ、千葉もまあ、そうですね。なんか予想できそうな3選手ならこの3選手だろうなぐらいの選手たちが、はい、出てるんじゃないかなと思います。 まあやっぱりね、千葉といえば、三木ミキ選手でしょうね、今はね。うん、去年のね、えー、まあ月間 MVP かな。あ、一昨年か。一昨年の月間 MVP 獲得を、まあ、乾きにですね、本当にグレードをぐんと上がりまして、今やね、 本当にグレード90以上の常連だったりとかも、なんならワンチャン今年中に金ハト枠とかあるんじゃないかぐらいのね、はい、勢いを見せてる。まあ素晴らしいね、千葉の選手ですが、まあね、J クラ的な需要で言ってもね、トップスターとかもね、まあシャドウとかもできたりするんで、まあそういったところの需要とかね、特に高そうな選手なので,で、しかも若いですしね、まだまだね、はい、今後注目の選手だと思います。で、真ん中の田口選手はもう結構長らく、まあ J クラ僕もね、まあ、やらせてもらってますけど、 常に、まあ85から落ちた時もあったと思うんですが、大体安定して85以上安定してる方かなと思いますね。はい。なので結構計算立てやすい選手かなと思います。まあ荒井選手もね、千葉に移籍してからは、まあ十分ね、あのグレード安定してるんじゃないかなと思いますので、まあここはね、 まあ比較的、まあ、集めやすい、まあ、これまでも比較的集めやすかった選手がまた、えー、レギュラーになっているというところなので、まあ、更新とか含めた上でねはい判断していく必要があるんじゃないかなと思うので、しっかりと、えー、評価できたらなと思います。よろしくお願いします。はいということで、じゃあ早速ねやっていきたいと思うんですが、まず評価基準の説明を先にさせてください。こちらです はい。えー、この動画の評価についてなんですが、スキル、能力値、総合の3項目で1から5の9段階、点を含めて評価していきたいなと思います。で、また一人ずつね、スキル、能力値、ボナセン等を見た上で、えー、細かい評価出していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。では、早速、一人目の選手から参りましょう。まず一人目の選手、こちらです。はい。えー、ジェフ・ユネーレット、千葉の三木智也選手です。三木選手はスキル4.5、能力値3.5、総合4で評価しております。 はい。では、早速、えー、見ていきたいんですが、スキル構成はね、非常にいいと思います。ダブルタッチドリブル、ね、まあ、無回転キラーパスということで、まあ、シュートスキルね、長距離シュート持ってて、まあ、キラーパスでアシストもできるというところに関して、で、あと、ダブルタッチからのね、まあ、つながりというところも意識して、まあ、発動のね、可能性というのは見込めますので、まあ、組み合わせとしては非常にいいと思います。まあ、4.5でしょう。で、能力値に関しては、まあ、読んでもいいかなと思ったんですけどね、まあ、テクニックもまあ、大事な要素であると思うんですが、ただまあ、そうね、 うーん。まあ、やっぱ、無回転絡んでるんで、ちょっと能力値、やっぱ、オフェが特に物足りないかなと思うので、3.5にしときましょう。ちょっと厳しく見てます。で、総合は4で評価しております。はい。ということで、ま、あこのカード自体も別に悪くないですね。ま、あ三木選手結構いいスキル持ってきますからね。はい。ま、あアシストにもね、ま、あ定評あるし、ま、あ自力もしっかりとあるし、まあ、ドリブルスキルもあるし、まあ、結構ほんと万能っちゃ万能なんですよね。あと、チェーシングとかも結構持ってくるイメージありますけどね、三木選手ね。 というところに関して結構まあね、その出たカードによってなんて言うかな、スキル構成結構ね、大きく変わる可能性もある、まあ選手でありますが、まあ最近ね、えー、シーズンフォーカスでしたっけ各回95出たよね。うん,あん、95でしたよな、あの時ね。まあ今年もおそらく95とかぐらいのカードとか出てくると思うんですが、なおあのカードしかもよ、特に良かったのが異次元系とかが最近持ってくるようになって、 まあ、ミキ選手の可能性というのは最近すごく、まあ、価値としてもね、カードとしての価値としてもすごく上がってる選手なんで、まあ、レギュラーで正直終わるような選手じゃないので、レギュラーの評価っていうのはあんまり、まあ、確かにいいカード出たらいい、出たらいいんですけれども、まあ、このカードも最低限は、はい、あると思います。 まあただ、無回転とかうまくいかそうと思ったら、やっぱオフェチがちょっと足りないので、まあそこの能力値の補強とかは、まあ必須にはなってくるとは思いますが、まあ活躍という部分では十分このままでも活躍は見込めるんじゃないかなと思います。まあより得点力とかね、高めたくて、まあこのレギュラー使いたいんだったらそこは意識してほしいなと思います。まあおそらく今年もまあフォーカス系も可能性あるし、まあそうね、プレイメとかもあるだろうし、うん、まあいろいろね、 いろいろ、あの、絡んでくる選手ですから、はい。まあ、限定もね、多分年に3、4枚とか、全然余裕で期待できると思うんで、まあ、あとは月間系のカードとかね、もし出るとそういったところも絡んでくる可能性があるし、というところで、まあ、非常に、シーズン通して期待できる選手だと思います。なので、まあ、レギュラーで正直収まるというよりは、限定が、いい限定で出た時に狙いに行くぐらいの気持ちで、まあ、取りに行く人は取りに行くと思うんですけれども、 まあ、レギュラーはね、とりあえずやっぱ一つ手に入りやすいカードとしての指標があるので、まあ、十分なレベルだと思うので、まあ、ぜひね、ミキ選手をどうにか使いたいという人は、ぜひ狙ってみてはいかがかなと思います。まあ、ただ今後、はい、限定戦線ね、さっきも言った通り逃げ合わせてくれる可能性もあるので、まあ、限定が出た時にお気に入り券とかでね、はい、千葉を引くという方も結構出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、やっぱミキ選手ね、うん、やっぱトップクラスですからね、トップ下の選手としてね、J クラ内でももうすでにね、 まあ非常に楽しみな選手です。スキル面でもね、結構期待できるようになったと思うので、そういう面がね、まあ、今年含めてね、すごく楽しみな選手だと思うので、まあ、ぜひね、そういう時にも狙ってほしいし、まあ、このレギュラー、えー、手に入った人は、まあ、ぜひね、しっかりと保管をしておいてほしいなと思います。はい。では次、2人目いきましょう。2人目は、ジェフ・ネレット千葉の田口大志選手です。はい。田口選手はスキル3.5、能力値3.5、総合3.5というふうな評価になっております。 はい。ちょっと厳しい評価つけましたが、スキルがね、これハイコンがね <laughs>、ハイコントロールフリーキックね、A で潰したのはちょっときついかなで、キラーパス、まあ、キラーパス悪くないですね。で、パスカットもいいんですけどね、うーん、ちょっと A スキルがここもったいなかったかなっていう感想です。で、能力値に関しては、まあ、そうね、オフェチ、まあ、どこの数値が必要かって言ったらちょっと難しいですけど、うーん、 どうだろうね。でもパスカットとか絡んでるからディフェッチも欲しいなと思ったところに700ぐらいなんで、これもそんな期待できそうじゃないし、まあ能力値的に見て、まあおそらくこのカード使うんだったら、まあ CMF から上だと思うんですよね。はい。まあなので正直攻撃面に寄った方がいいんでしょうけど、まあこのスキル構成だとボナセンテクはまあ悪くないと思うんですけどね。うん。ちょっと評価難しいですね。まあでも使用ステータス的にはちょっと3.5ぐらいかなと思いますね。はい。で、総合は3.5で評価しております。 うんここはちょっと厳しいかな。でも、田口選手も結構限定出ますからね。うんで。田口選手って結構長距離砲のイメージもあ,あると思うんですよね、皆さんね。はい。なので、まあ、なんかどっちかっていうと輝くんだったら、まあ、こういうタイプのカードよりは、まあ、それこそ、まあ、ロング系のシュートとか、まあ、ミドル系とか異次元系とか、まあ、そういったのを持った田口選手が今年出る可能性も十分にあると思うんですよね。はい。なので、ここもまあ、正直、このレギュラーじゃちょっとやっぱ物足りないかなっていうのが、 はい。評価のすべてかなと思います。まあ限定戦線とかにね、食い込んでくるとそういうシュートスキルとか、まあ特にスナイパーとかね、そういうのと相性が良かったりすると思うんで、まあそういう限定で出てきた時はちょっとスキル構成注目ですけどね。はい。 まあ結構ミドルシュートに定評ある選手だと思うんで、まあそういったところをうまく活かせるようなカードが限定化された時とか、まあもしくは後半のレギュラーとかね、まあまた出た時に、まあそういうスキル構成持って出てくる可能性もあると思うんで、まあそういうスキル面が整った時にこそね、力を発揮するタイプの選手でありますので、はい。まあそのカードが出るまで耐える人はぜひね、ここは残しておいてほしいなと思うし、まあちょっとそこ間に合ってるなっていう人は売却にまあ回してしまってもここは仕方がないかなと思いますね。はい。 では次、3選手目見ていきましょう。えー、ジェフユナイテッド千葉の新井翔太選手です。新井選手はスキル4、能力値4、総合4で評価しております。はい、ということで評価していきたいんですが、まあ、ここはね、ゴールキーパーなんで評価ね、あんまりちょっとばらつきないですが、まあ、スキル構成的にもま、セービング A でしっかり持ってて、まあ、C でね、積極的な飛び出しを持ってて、まあ、フィードもあるということで、まあ、悪くないですよね。ただま、あやっぱシュートセーバーには勝てないというところなので、まあ、シュートセーバーの評価以上はね、さすがにないので、 まあちょっとゴールキーパーのね、選手全般的に厳しい評価になりますが、まあ、スキル的にはまあ4ぐらいかなと思います。で、能力値に関しては、まあ、ここはね、まあまあ、ディフェッチ高いですからね、ディフェッチ高いプラス、まあ、ボダンス戦がついてたら4.5まで出せますけど、ついてないので4にしましょう。で、総合的には4の評価となっております。 はい。まあ、新井選手もね、まあ、エクスペとかもね、結構選ばれたりする選手なので、ま、あ特殊限定とかもね、結構、ま、毎年絡んでくるイメージある選手なので、まあ、今年もワンチャンそういったね、エクスペ系とかも、もしかしたらあるのかもしれませんし、やっぱゴールキーパーといえば今シュートセーバー注目なので、まあ、シュートセーバーを持ったカードとかがね、まあ、今後出てくる可能性もないとは言えないと思いますね。はい。まあ、最近ちょっとね、J2 のゴールキーパー前線もちょっとね、新、まあ、なんていうかな、新、まあ、 これまで出てた選手じゃなくて、結構新しく出て,出てきた選手とかもいるので、総じて底上げして、もしかしたら、まあ、ちょっとね、上位の後藤選手とかがちょっと苦しんでる時とかもあったので、まあ、どうなんですかね、荒井選手の評価的に、まあ、上がる可能性はまあ全然あるんじゃないかなと思います。ま,あ、また限定戦線とかに、ね、食い込んできた時に、まに、あ、シュート、セーバー、もちろんカードが出たりとか、そういう可能性もまあないとは言えないので、まあ、そこの可能性に欠けるんだったら、ここは保管しておいた方がいいと思いますね。はい まあ、荒井選手もまあ、結構毎年限定安定して出る選手なので、まあ、うん、保管しておいて損はないと思いますけどね。はい。まあ、ただ、やっぱりゴールキーパーのね、今のね、価値としてやっぱスキルの部分がでかいですからね、そのスキルをしっかりと持ってくるかどうかっていうのが今後のね、はい、迷惑を分ける選手の一人かなと思います。まあ、グレード的に当てやすいので、まあ、保管しておくのもありなんじゃないかなと思います。はい。ということで、3選手評価しましたが、いかがだったでしょうか まあ正直ね、スキル構成はまあ、ミキ選手はね、すごく良かったんですけど、田口選手とね、まあ、荒井選手もちょっとね、シュートセーバーないからね、そこはちょっと厳しかったんですけど、まあ、でも、さっきね、序盤で言った通り、まあ結構安定して、まあ、グレード高い選手たちなので、まあ、取っておいて損する選手たちではないかなと思います。まあ、ましてはね、限定の、まあ、特攻とかになったりとかする場面とかもね、今後も結構ありそうなので、まあそういったところまでケアしたりとか、ポジション的な問題でね、ちょっとケアしておきたいという人は、ぜひね、残しておいてほしいなというところと、 まあ、ミキ選手に関しては、まあ、うーん、必要不必要関係なく残しておいた方が個人的にはいいと思うので、まあ、ここはしっかりと残しておいてほしいなと個人的には思いますので、まあ、よかったらね、参考にしてみてください。うん、では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。